こんにちは、流しです。今回はですね、個人がビジネスで勝つなら必ず接近戦に持ち込むべきであるっていうふうなことに関してお話をさせていただきます。特にまあネットビジネス系とかもそうですし、他のジャンルもそうだと思うんですが、まあ、ネットビジネス系の勝ちパターンみたいなのが最近分かってきまして、まずはこの SEO とか SNS とかで何かしらの数字を自分で作りましょう。まずこれ第一ステップ。例えば、お客様のその連絡先とかどことをリストっていうふうにマーケティング業界で呼んでるんですが、その100リスト、100、100リスト取りましたとか、1000リスト取りましたとか、100人 LINE アット登録者数集めれましたとか、そういうふうな分かりやすい数字とか、あとまあ SEO とかだと、何とかっていうキーワードで1位を取りましたとか、そういうのをちゃんとスクショに取ってエビデンス、まあ、証拠として残しておくとか、そういう何かしらの数字をまず作って、次にリアルとかで人脈を広げていって、1対1でそういうなんかアドバイスとかの商品を売ったりとか、何かしらその案件を受注したりとかして、まあ、受注した案件とかをこう協力パートナーの人とかに投げて、紹介料とかで紹介バッグとかをもらってお金をマネタイズするとか、そういういろんなパターンがですねありまして、それが結構勝ちパターンかなっていうふうに思っています。で、この接近戦系ですけども、結構最近私で起こった事例として、私今までこの、まあ、Twitter とか、まあ、ネットメインで集客をしてたんですけども、私の今住んでる地域って愛知県の名古屋市なんですけども、その名古屋のその法人向けに、ネット集客のコンサルみたいなのを始めて、そうすると結構、まあ、まだ今のところも具体的な案件受注してないんですけども、なんか割と困ってるよみたいな感じの、まあ、相談とかたくさん受けるんですね。で、なんか本当になんか周りになんかそういう業者いないんかっていうぐらい本当に反応率がすごくて、戦う場所をネットからこの、ね、名古屋っていうその狭い地域とかにこう、ね、接近戦に持ち込むことによって、結構この私みたいな一個人とかでも全然勝てる余地があるんじゃないかなっていうふうに思っています。なので、できる限りこの広いところで戦わないとか、自分が勝てるフィールドをちゃんと選ぶとか、そういうふうなことって割と大事でして、これもまあ一人で気づけるんだったらいいですけども、誰かからの客観的な意見みたいなのを言ってもらった方が、おそらくこういうのって早いなっていうふうに思っています。で、このなんか接近戦で勝つってことに関して、その、まあ、経営の理論とかでランチェスター戦略って言われてるのがあって、それはもともと戦争とかで使われてたような理論で、あんまりその兵力とか戦力を持たないような軍隊とかは、もう長距離戦とかで何かこう火力を使って戦ったら絶対負けちゃうんですね。じゃあどうすればいいかっていうと、このできる限りこの狭いこの袋小路みたいなところにこう誘い込んで、そこで一騎打ちでこう刀とか槍とかでこう相手の兵士を殺すみたいな、そこだと勝てるみたいな。できる限り接近戦じゃないと、小さい、法人とか弱小個人は勝てないってことですね。ってことが分かると思います。ではですね、今回は、個人がビジネスで勝つなら必ずこう接近戦に持ち込んで、できる限りお客様と近い距離で、アドバイスした方が、勝てる確率は高まりますよっていうことをお話しさせていただきました。ではですね、今回の動画はこれで以上となります。ありがとうございました。